はい、どうも皆さんこんにちは、カズマックスです。今日はですね、新しい電動ミルをついに購入いたしましたんでね、こちらご紹介していきたいと思います。もうずっとね、欲しい欲しいって僕がもう前からずっと言ってたあれですよ。はい、あれですここにあります。で、これをね、まあ、紹介する前に、こちら先にね、まあ、今まで僕がずっと使っていたこのカリタのナイスカットミルを軽くまあご紹介していきたいかなと思います。はい、というわけでね、こちらが僕がずっとコーヒーチャンネルでも使ってきた、まあ、おなじみのね、電動ミル、カリタのナイスカットミルでございます。もう僕がコーヒーを始めてすぐだったかな、1年くらいは手引きで頑張ってたんですけど、だんだんちょっとさすがにね毎日毎朝入れてたから限界感じるようになって、買ったのがこいつだったんですけど、まあ、かなりね、気合い入れて買いましたよ、うん、かなり一大決心だった。当時学生だったから、まあ、これ確か1万5000円から2万くらいで買ったんだけど、まあ、なかなかねでっかい買い物ですよ。コーヒー始めて、そんなにお金かかってなかったんだよ最初はね、ドリップポットとか、まあ、ドリッパーとか豆も全部合わせても、まあ、5000円から1万円くらいで、それ全部合わせたものよりもこのナイスカットミルは高かったわけですよ。まあ電動ミルにしちゃって安い部類なんだけどね、それでももう僕にとっては一大決心で買ったやつなんだけど、まあ買った後ね、一度も、まあ、後悔はしなかったですね。これもうほんとこれがね、カリタを好きになったきっかけだったかな。ここにあるね、同ポット、僕の相棒の同ポットよりも先に僕の家に来たのがこいつだったんですよ。僕にとっての最初のカリタですね。このダイヤルを調整することによっていろんな火加減で引くことができるし、ボタン一発でね、パチッと引くことができるんで、本当に重宝していて、一度も本当に後悔したことないですね。2万円高かったけど、まあ、それだけの元は取れたと思っております。本当はね、ずっと正直使うつもりだったんですよ。もうこれ一本でやっていってもいいかなくらいに思ってる、本当に愛用しているね、大好きなミルだったんで、あれなんですけど、最近ですね、最近っていうか、まあ、最初からかな、ちょっと気になる点があって、ここここ粉の吹き出し口なんだけど、ここね、毎回引くたびに粉がすごいくっつくんですよ。まあ静電気ってやつですね。まあ電動ミルだったら大体全部そうなるんだけど、まあどうしても本当にこれが毎回気になってしまって、まあでも電動ミルを使ってる以上、まあしょうがないかなと思っていたんですけども、はい、ここですよ。僕が今回新しい電動ミルを買うに至った経緯、確か僕が最初にそのミルを見たのは何年か前の、SCAJ スペシャルティーコーヒーアソシエーションオブジャパンっていう、コーヒーの、日本一の祭典ですね、東京ビッグサイトで行われたんですけど、だいぶ前に行った、そこで、まだ販売してなかったかな、発売してなかった新しいモデルとしてそれを見てきたんですけども、それにね、静電気防止装置がついていたんですよね。もう本当にそれが記憶に残っていて、ずっと気にはなっていたんですけど、まあいかんせん高いと。3万、今回5、6000円しました。まあなかなか、これよりも高いね、なかなかでかい買い物だったんですけど、はい、こちら。買ってしまいましたよ。はい、こちらがカリタの NEXT G というモデルの、新しいコーヒーグラインダーですね。まあ、メーカーさんは変わらず借りたっていうことで、まあ、性能には問題ないと思うし、こちら、かなりナイスカット見ると、形に似てますね。こいつと確か同時期くらいに出たナイスカット G っていうね、モデルもあるんですけど、確かそれ1万円くらいこれより安いのかな。まあ、どっちもナイスカット見るの後継機みたいな感じですね。これもう製造中止、製造停止してるから、これに代わってナイスカット G とネクスト G の兄弟が生まれたわけです。もうとりあえずじゃあ開けてきますかね。はい、もう久しぶりだよこんなでっかいコーヒーのねメカっていうかあのマシン買ったの。3万だよ高いけどまあこれからずっと使うからさ、はい、元を取っていきたいと思います。あ、そうだけどせっかく高額商品買ったからね、先にこれ開けながら話していきますか。とりあえずね、コーヒー器具って値段じゃないです。僕もずっと動画でさ、黄緑のダッセーキッチンスケール使ってドリップスケールの代わりにしてたでしょ。だ決して絶対にいいものを買っておけば間違いないとか、まあそれ間違いないかもしれないけど、そうじゃなきゃいけないとか、道具揃えなきゃできないってわけじゃないんで、自分の中でコーヒーがこうどんどん上に上がってきて、自分にとって大事になってきて、でお金を使う余地が生まれて、よしこれにお金を使おうってこう決心した時にこう買うような感じでいいと思うんだよね、いいモデルっていうのは。これまで僕本当いろんな動画で紹介してるけど、安価な、道具とか、あと代用になるような道具でも全然コーヒーって美味しく入れられるし、僕がねこの静電気が気になってこれ買ったのだって6、7年くらい、考えて考えてこれ買ってるから、よいしょっと、わあ、ほっ、うわあ、来たー来たぜー、よいしょ、落とさないようにね、はい、だー、大きさはどうかな、
若干内側見るよ、あ、一回り大きいですね。はい、きたネクソジーでございます。あ、やべえ、かっけえあ、写真で見たのよりってか、あの記憶にあるのよりなんか色かっこいいっすね。今回スモーキーブルーを選んだんですけど、もう一つアーミーグリーンっていうのがあって、どっちにしようか迷ったんですけどね。あ、思ったより正直いいなこれいや正直ね、そう、生放送とかでもちょっと話したんですけど、色がね、あんまりこうちょっとピンとこなかったんだよね、このネクスト G のこの2つのモデル。どっちもさ、なんかはっきりしないじゃん。で、黒とかなんか白とかさ、こうはっきりしたのとか、あとシルバーとかあったらいいかなとずっと思っていたんだけど、意外にね、質感いいですね。で、はい、同梱物が、はい、こちら上のホッパーですね、豆を入れるためのホッパー。あ、そう、これね、もういろんな下調べをしていたんですけど、こちらちょっとちっちゃいです。ナイフカットミルのやつと比べると、はい、こんな感じですね。だいぶ一回り小さくなって、細くなってスタイリッシュな感じになってますね。スマートな感じです。一応公式だと 60g だったかな、豆が入るっていう、売りなんですけど、まあ、マックスって書いてあるここまでですね。もちろん豆の焙煎度とかによって豆の重量って、ね、変わってきちゃうから、全然そこはブレると思うんだけど、うん、あ、ハマりもいいし、よっ、おー、いいですね、めっちゃかっこいい。はい、そしてもう一つ同梱物が、こちらコーヒーの引いた粉を受け止めるための、まあ、受け皿というかシリンダーですね。これ、あ、多分分かれるんだな。あ、こんな感じになってるんだ。じゃあ一旦この下半分で豆を測りの、ここに入れの、合体させの、この下に大きいのって感じですね。ははは。あ、確かにまあ、綺麗に入りそうですね。で、静電気が起きなければってことだ。静電気起きるとブワーって散るから、これは綺麗に全てが下に落ちることを想定して、こんだけ細くしてるんだろうね。でも確かにこの形だったら、こうやって、あの、コーヒーをね、ドリッパーにも入れやすそうだし、あ、で今気づいたけど、あ、結構これ重い、かなり高級感があっていいな。そう、これね、このシリンダー系ね、このカリタのすごくいいなと思ってて、僕前にこのナイスカットミルのシルバーを購入した理由って、実はここにあるんですよね。このシリンダーがね、実はこのシルバーにしか付いていなかったんですよ。他のやつだとプラスチックのやつになってて、これが欲しいがためにナイスカットミルはシルバーにしたんですよね。で、そのカリタのかっこいいね、シリンダーの上位機種が、はい、こいつなんですけど、これがね、まあ全部のモデルについてくるっていうことで、うん、すごい使いやすそうだし、いいね。実用性がさらに向上したと思います。で、あ、そうだ、そう、一番ね、大事なっていうか、まあ、一番今回気になっている静電気防止のところが、ここになりますね。ここがその機構なんですけれども、マイナスイオンを発生させることによって、ここのね、吹き出し口から出るコーヒーの粉から、ここ、静電気を除去するわけですね。まあ、詳しい仕組みはよくわからんけど、とりあえず、まあ、綺麗に落ちてくれれば本当に助かるんで、キッチンとか本当汚れるんですよね。で、あ、そうだ、今回ね、買った理由、まあ、静電気かなり進めましたけども、これだけが理由じゃありません。いろいろね、新しくなっていて、このホッパーの下、ここにね、スライドができる金具がついております。まあ、これがあると、ホッパーから見る本体に流れ込んでいく豆を一旦ここで止めておけるんですよね、こうやって。で、それがあると何がいいかっていうのが、まず電動ミル、すべての電動ミルは中にモーターが入っています。このモーターが回ることによって刃が回って、豆を引いてくれるわけなんだけど、そのモーターにね、蓋がかかっちゃうんですよね、普通だと。この安全装置がなかったら、まあ、要はこのナイスカットミルだったら何にもないから、内部にね、こう豆が入っていっちゃうんですよ、スイッチ入れていないのに。で、その豆がはまった状態で刃を回そうとするから、いらんね、電力とか、まあ、力とかが加わっちゃって、モーターにね、非常に良くないと。まあ今まで僕そうやってたんだけどまあ今回ね、これが加わったことによって、スイッチをこうパチッと入れて、モーターがフィーンって回り出して、最高速、引くに適した速度になってからこう入れることができると。まあこれ本当に見るに負担かけない、すごいいい機能だと思います。かなり本当単純ですけどね、これ大事な機能です。で、ん、あ、間違えた、違う、これ安全装置じゃない、これ単純に豆ストッパーっていう名前でした。安全装置っていうのはもう一つあって、これホッパーがね、このホッパーが安全装置代わりになっていて、これセットされていないと電源が入らないそうです。多分ね、あー、ここにちょっとスイッチみたいなのがあって、これを差し込むことによってね、安全装置が切れます。確かにこれね、指とかね入ってたら、あの、もし ないと思うけど、掃除してる時にさ、間違えてやっちゃったりとかしたら指引かれるし、まあそういう時のための安全装置機能ですね。で、セラミック製の、刃がより切れ味が良くなったみたいですね。あ、なるほどね。で、
静電気除去装置と 50% 低速化。そう、これがね今回の目玉かもしれない。この 50% 低速化、これ、ね、ナイスカットミルと比べてかなりね、回る速度が遅くなっています。遅くなるってことは豆にね負担がかからないっていうか熱が発生しないんだよね。これ豆を引くためにめっちゃ高速でさ、刃が回ってるからそれによって熱が生まれるんですよ。どうしても摩擦熱っていうのかな。それがあんまり豆に良くない影響を及ぼすと言われていて、それを軽減するために 50% 低速になりました。ってことはつまりこっちよりも香りを保たれるだろうし、モーターも遅くなるってことはうるさくないだろうし、で、ああまあデメリットとして、そっか、引くのが遅くなってしまうってことは、まあちょっと時間かかるってことだよね。ちゅうかそもそもこれ 60g とかしか入らないようになってるってことは、まあかなり限定された用途っていうのは1杯取りとか2杯取りとか少ない杯数を入れる人に適してるのかな。こっちは引くのも早いし、もう全然制限とかもないし、いっぱい入るしさ、いっぱい引けていたけど、こっちに関しては、まあそうだな、例えば僕みたいに、うちで1人2人分をサクッと入れたい人とか、あとは1杯取り2杯取りをもう心がけている、もうそれって決めているお店とか、個人経営のとことかさ、そういう小規模なお店に向いてるのかもしれませんね。でもね、ちょっといいとこばっかりじゃないんですよ、これ。ここ。これ分かります？これダイヤルがさ、前のと比べて、ほら、前のはさ、まあ前のはっていうか、ナイスカットミルは、こうやって、割と分かりやすくさ、メモリとか書いてあったし、数字も記されていたしさ、すごく分かりやすく、メモリを調整することができたんですよ。だけど、こっち何もないんだよね。点々しかなくて、上にも数字とか何もなくてさ、一応こちら15段階、できるらしいんですけども、あ、なんかかなり滑らかだね。カチカチ言わない。これは内部構造とか結構変わってるのかな？ちょっと今度ね、またお掃除動画も出そうと思ってるんで、その時に開けたいとは思うんですけれども、ここはね。へぇ、なんかすごい不思議な感覚。あ、扱いやすいね、すごく。まあでも同じカリタだし、15段階両方ともあるからね。前回までこっち粗く引っ張って、同じだけ調整をすれば、多分同じくらいになってるとは思うんだ。今回これで試していきたいと思うんですけど、まあそれでも、そうだな、やっぱ数字とかはせめてあった方が、パッと見た時に調整はしやすいよね。そこはナイスカットミルの価値かな、と思います。で、あとはスイッチだね。はい、これ、ナイスカットミルはね、ここにスイッチがあったんですけれども、ネクスト G は、ここに来ています。はい、こっちは何にもありません。ここです。うん、あ、結構ね、重たいスイッチだね。こっちよりもね、うん、こっちかなり軽いんだけど、バッチン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 って感じ。ここは？ああ、やっぱ外れるのか。はい。こんな感じで下の部分が外れます。ってことは洗いやすいですね。そう、これね、電動ミル、ナイスカットミルそうだったんだけど、こう外れねえからさ、洗いづらいんだよね。こう結構粉とか落ちるし、あのホッパー自体も汚れてたりするから、ホッパーじゃなくてシリンダーか。ここね、結構汚れるんですよ。濡らしたキッチンペーパーとかティッシュとかでね拭いたりはしてるんだけど、どうしても溜まってしまって、これすごくいいですね、洗いやすい。で、あ、そっか、シリンダーがはまりやすいように、あ、こんな感じで軽く穴がありますね、へこみが。あ、すごく使いやすそう。はい、というわけで、じゃあひとまずはそんなところですかね。リニューアルされた、追加された、まあ注目点とかは、じゃあ早速ね、こちらナイスカットミルじゃなかったネクスト G、 はい、試していきたいと思います。はい、じゃあまずは、正直モーターに負担がかかるからあんまりやりたくないんだけども、何も入れてない状態、この状態でモーターの音がどのくらいなのか、じゃあスイッチ入れていきます。まずはじゃあネクスト G から、お上品何なにこれ、すっげえなんか高性能って感じ。ガガガガ言わない、なんだこりゃ、ホイーン、ワーン、ワーン、ワーン、全然うるさくない。お前ナイスカットミル見習えよ。これですよ、わかるかな、これマイク通してるから若干ちょっと補正してるかもしれないんだけど、なにこれ、めっちゃ静か。ナイスカットミルは、そう、ガーって感じ。結構主張が激しい。これね、結構響くんですよ。あ、空の状態でこんなだったっけ？
まあ、手引きのミルもさ、結構ゴリ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 うるさいけど、何使ってみる、ほんとうるさいんですよね。あの、電動ミルの中でも結構うるさいって言われていて、あの、ミルコとかはね、確か、モーターが違うんだよね。だから、若干静かって言われてるんだけど、これ。革命だな。あの、改めてね、ナイスカットミルがうるさいって言われている理由が分かった。これはうるさいわ、確かに。で、ネクスト G は静か、すごく。音がね、低いですね。はい、というわけでね、同じ 15g ずつだけ測りました。じゃあ、こいつらをね、よっと、このミルで引いていきたいと思います。メモリはそうだな、とりあえず僕が普段使っているナイスカットミルで 1,2,3,4 くらいかな。 1,2,3,4 はい、じゃあまずはナイスカットミルからいきます。せーの、やっぱり、あ、冬終わったからね、今5月1日だから若干マシになったとは言っても、やっぱりね、こうほらほらべったりついてますね。この静電気のついたね、周りをね、落とし落としね、こうやって指でとりとりねやるのがね、めんどくさいんだよね。で、俺ちょっと内側についちゃったりもするから、こうやってポッポッて、こう口からちょっと空気を送り込んで落としたりとかね。はい、引けました。で、今度はじゃあネクスト G いきます。あ、そっか、これだ。いくよ、せーの。すごい、かなりね、時間かかりましたね。で、この吹き出し口だけど、どうかな。あー、全くのゼロではないけど、ちょっと微妙についているけど、周りに飛び散ったりはしてないですね。この吹き出し口に、なんだろう、コーヒーの油分もあるのかな。若干ほんと付着しちゃったって感じで、ほんとささで取れますね。うん、飛び散ることもないし、綺麗。では、ちょっと待てよ。イオンがこっから出てるってことは、ちょっと待って、今俺こうやって引いちゃったけど、もしかしてこうの方が効くってこと。なんかさ、高さ的にもそれっぽいよね。こういって静電気取りますよみたいな感じが、うん、する。ちょっと一回試してみよう。あ、やっぱりそうだ。さっきはちょっとついてたけど、全然ほら、おー、何にもね。まあ、もしかしたらね、条件にもよるのかもしれないけども、そうだね、多分イオンがこうなるべくこう当たるように穴をこっちに向けて引くといい気がする。やっぱりネクソジいいな。粉の均一さとかはどうなのかな。今回はね、シティロースト結構固めの、中入りくらいかなの豆を引いてみたんだけど、あのこれほんと微妙でね、これメーカーさんとかもこうしっかりした基準とか作ればいいと思うんだけどさ、どんだけ均一に引けるかってやつ見た限りじゃ若干だけど、ネクスト G の方が細かいじゃないな、均一に引けてる気がする。こっちね、微妙に粗いやつがね、ちょこちょこあるんですよ。で、多分僕の予想だけど、これは最初のスイッチを入れたばかりのこうモーターがさ、回り出した時、まだ弱い時とか不安定な時に引かれたやつなんじゃないかとか、まあ、あとセラミックバー自体もね、結構変わってるらしいから、まあそこも、まあ全体的かな？うん。気持ちネクスト G の方がメッシュが整っているような気はしますね。はい。というわけで、今回はこちらね、カリタの新しいミル、ネクスト G の開封レビューでございましたけれども、いかがだったでしょうか？まあ本当僕としてはね、さすがカリタだなっていうクオリティでしたね。すごく満足できる、まあ3万いくら出した価値あるなって思わせてくれる仕上がりでございました。
こういったシリンダーとか、まあ、ホッパーとか細々したものから、この一番大事な引く性能に関しても全部、まあ、満足できる。あーでもちょっと待って、ここだけ、このダイヤルだけは、まあやっぱり吸い付けて欲しかったなと思ったけど、もうほんと今までね使ってきたこのネクスト G じゃなかったナイスカットミルに、まあ、勝る、まさに上位機種って感じのね、すごくいいクオリティの素晴らしいミルでございました。まあ、ちょっと寂しい気はするけどね。まあでも別に今回単純にあの新しいものとか、それ新しいもの好きでもないからさ、だからこそ買ったってわけではないし、本当に性能とかすごくいいなって吟味して、まあネクスト G じゃなかったナイスカット G とも迷ったけど、紛らわしいな名前がね。今回買ったのはネクスト G。 そうネクスト、まあ次世代のね、あ見るって感じがしましたね。一歩先へ行った静電気とか、まあ細々したもの、こういうところとかさ、これからこいつを僕のコーヒーライフ、コーヒースタイルに組み込んで落とし込んで、大事にね使っていきたいと思います。まあ長期的なねレビューとかもしていきたいし、あと掃除の時とかは、まあ、改めて動画を作りたいと思います。いや買ってよかった大満足。まあ本当ね、コーヒー器具で後悔したことってめったにないけど、まあ今回本当に買ってよかったっす。新しいコーヒーミルワクワクしましたね。これから大事に大事にね使っていきたいと思いますよ。まあただな、ちょっとこれどうしようかな。ナイスカットミルがさ、まあまだ全然使えるから、これ誰かにあげるとか、まあそういう感じになるのかな。まあそれ持っててもね、まあそれではそれでいいし、あ、そうだね、この辺に飾ってもいいな。まあその辺は後々ね考えていきたいと思います。はい、というわけで今日のカズマックスのコーヒーワールドネクスト G のレビューでございました。まあ参考になったら嬉しいです。一応下にリンクも貼っておきます。いやでもしかし本当にいいなこれ大満足。100点中98点かな、メモリだけ。うん、他は本当にすごい細々したところがよく考えられてるなって感じはしたわ。やっぱカリタだね、さすがカリタ。本当カリタね、本当いいメーカーだよ、大事に使う。うん、はい、というわけで今日のカズマックスのコーヒーワールドでございました。また次回お会いしましょう。じゃあね。